どうもこんにちは、たかしでございます。というわけでまろちゃん、はい、今日は来ましたね。来ましたね。夜景撮影です。で、今回ね、お祭りが行われておりまして、でそのお祭りがね結構ライティングしてくれてんですよ。せっかくなんで今日はニコンの Z8 と、70、200mm、あといくつかレンズを持ってきているんで、それを使ってね写真を撮っていきたいと思います。で、今回はなんか初心者さんに向けた説明をちょっと挟みつつ、いろんなところが撮れればと思ったんですが、めちゃめちゃ人多いんですよね。あとね、今回もこのニコンさんにお借りしております Z8 を使わせていただいております。やっぱりね、電子シャッターでこの大きさっていう感じはねいいですよね。で、そう、今日はね三脚を持ってきております。リュウアさんの三脚とビデオ雲台ですね、こちらを合わせまして写真を撮りたいと思います。やっぱねこれ合わせると結構な重量になっちゃうんで、ちょっとでも Z9 より軽いっていうのはありがたいことかなとも思います。ここは今千葉公園に来てまして、で大賀ハスっていうハスがさ、有名なんだよね、この千葉公園は。でその大賀ハス祭りっていうのをやってるらしくて、夜にライトアップでヨハスっていうのが夜のハス。ああ、そういうことか。そうそうそう、それの2023年バージョンとして今日お祭りみたいにやってるらしいよ。すごい人がいるもんね。みんなお祭り待ってたんだろうね。後悔するぐらい人がいます。そんな中頑張って撮っていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。いただきます。せーの。いやー、ねえ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 、はい、三脚持ってくるときはさ、カメラにストラップってつけるべきだと思います。安全性の面ではつけた方がいいんだけれども、やっぱり揺れちゃう可能性、風が吹くとストラップが揺れてこの三脚に当たったりとか、カメラが物理的に揺れるからない方がいいんだよね。で、持ち運びで落としちゃいそうとか、ちょっと三脚重すぎてきついなっていう時には念のためつけといて、撮影の時に外せるようにしたらいいんじゃないかなと思う。で、純正のストラップってすぐ外せないから、よく社外製のねストラップをつけてる人っていうのを見ると思うんですけど、そういうところでメリットがあったりするんだと思います。ストラップがないのでこういう感じでね、スタンドマイクみたいな感じでちょっと大変だね。そうね。千葉公園には大賀ハスっていうハスが咲いてるんだよね。その大賀ハス祭りっていうのと同時で行われてるみたいだね、ライトアップが。あ、すごい前、めっちゃ光ってるね。光ってる光ってる。楽しそう。なんか公園がお祭り会場になってる、ね、なってる。なんかあれだな、久々だなこういう風景ね、すごいね。すごいね。なんだかすごいお祭りって感じ。チャリの量がえぐいがね。人多いね。みんなお祭り待ってたんだよね。なあにびっくりした。火が出てるよ。怖っ。怖っ。もうめっちゃ近かったよね。うん、何の日だったんだろうね。はい、まず1枚目です。1枚目はね、ちょっとなんか開けているところに来てしまったんで、たまたま持ってた 50mm の F1.2 を使いたいと思います。で、この電球と向こう側の光をなんかぼかす感じで。で、せっかく 50mm なんで、この玉ぼけ感をねうまく出しながら、この電球をきれいに彩りたいと思います。画角的にはこんな感じのところを絞り、低め、浅め、開放に近い値で取れれば結構いい感じになると思うんだよね。で、絞り的にはこんな感じです。開放で取ろうと思ったんだけど、四隅の玉ぼけがねちょっとカクカクしてしまったんで、少し絞りました。 F2.2 です。で、ISOは400ぐらいかなっていう感じなんで、あとはねシャッタースピードを6分の1に合わせるとちょうどいいかなっていう感じになりました。じゃあこれで撮ってみます。マニュアルです。はい、写真的にはこんな感じでございます。どうでしょうね、玉ぼけ感出ましたかね。ちょっとまだカクついてる部分っていうのもあるんですけれども、綺麗でしょう。やっぱこの 50mm F1.2 のレンズ綺麗ですね。本当は2470と間違えて持ってきました。すごい人だね。うん、すごいいっぱい人がいる。あ、キッチンカーとかいっぱいあるよ。お腹減ったよ。お腹減ったね。なんかチームラボみたいな色になってる。はい、次はねこっちです。横に上下二分割構図っていうのかな、ちっちゃな形で取れそうなんで、あの光たちをね取ろうと思います。設定はこんな感じ。1層はだいたい400までと決めているんで、絞り開放にしてシャッタースピードは 2.5 分の1で70-200のレンズに戻しましたね。なんかちょっと色が変わるんで面白いね。撮ろう。はい、できた写真はこんな感じです。どうでしょう、なんか下に伸びるシャーシャーがめっちゃ綺麗ですよね。楽しいね。楽しい。よし、なんかちょっと別のとこ探そうか。はい、マルジャビってなんかこう漕ぎ出してる人たちがすごい綺麗なんだけど。あ、本当だ。あれみたい、ラプンツェルの人たちみたい。すごいね、面白い、見てて。綺麗。見てこれ、下からさモクモクが出てんのすごいね。これを入れてちょっとでもシャッタースピード上げたいから、こんぐらいいっそ1万いっちゃうけど、こんだけ光があれば大丈夫じゃない？わあ、かわいい。じゃあ次はね、あの傘を撮りたいと思うんですけど、なんか言うてそんなに光ってないから、ちょっとシャドウ目にして、で人がね真っ黒でこう映り込む感じの額縁ができたらいいかなって思います。で設定はこんな感じ。絞りや開放 F2.8 で傘にしっかりと目が行くようにします。そしてISOはね、ちょっとだけ上げさせていただいて500、そして人がブレすぎない程度のシャッタースピード40分の1の設定で今回は撮りたいと思います。100ミリぐらいか、そのぐらいの画角で撮っていきたいと思います。では行きます。まだこのね、人が出入りするタイミング見計らって撮りたいよね。はい、じゃあ次の写真です。この設定です。で、ここにちょっと今女の子が振ってるんで、それが映ると思います。いきます。よっ。あ、いい感じじゃない？飛んでった。怒っちゃった。はい、なんか撮れたんでこんな感じで人の光を借りていくっていう、借りていく。シャッタースピード次第ではいろんな遊び方ができそうですね。ちょっといけるといいね。お、3入った。あの3はいけそう。やばい、難しそうだね。難しそうだね。1位の傘撮りたいな。頑張ってね。頑張る。いきます。ああ、惜しい。よし。お、綺麗。綺麗。かき氷のいちごシロップみたい。あ、あ、あ、終わっちゃった。はい、次はね、こちらを撮りたいと思います。次はね、この辺のエリアを上下2分割構図ということで撮っていきたいと思います。しっかりねリフレクションを入れたいんですけど、この左側の建物のリフレクションも入れつつのリフレクション、ピントがを入れて撮りたいと思います。はい、で設定はこんな感じです。もうちょっと絞ってカリカリにしつつの、シャッタースピードを合わせていくっていう感じですね。お化けの木みたいになってるんだよね。後ろからなんか緑色っぽい光が入ってる。road 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am at night. 見て見て、この画角も結構いいよね。シャッタースピード上げて、一層上げて撮ってみようか。うん、いいねいいね。このピンク色になってる木いいね。はい、写真こんな感じです。イエーイ。はい、次はね、ここのとこを撮りたいと思います。で、何を撮りたいかっていうと、ギューンと迫ったここね、ここなんかオレンジと紫の間、ここのところをこう半分半分で撮ったら綺麗なんじゃないかなと思います。はい、設定ですけれども、こんな感じです。絞りは F2.8 にして、真ん中の光にしっかりと目線が集まるようにしたいと思います。で、湖面がちょっと揺れていたので、シャッタースピードをちょっと上げて5分の1に設定をしております。いいね、なんかお祭りだね、ほんとね。お祭りかける光は楽しいよね。ね、なんかオレンジ色の光ってさ、うん、元気がある光に見えるよね。そうだね。で、反対にさ、左側にあるのは紫色だから、なんか静かな光みたいなので、なんかそういう交差感が好き。静と動って感じ。そう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 。はい、写真こんな感じです。なんかね、こういう感じの構図になるから、なんかいいよね。いやー、このオレンジの光綺麗だな。はい、というわけで、まるちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。綺麗だったね。すごい綺麗だった、うん、なんか近場のところでね、こんな感じにライティングされてるとどうしても来たくなっちゃうんですけど、なんかこういうお祭りだと三脚はあんま良くなかったかもねちょっと邪魔をしてしまった節もあったので、まあ、手持ちで頑張れる範囲で撮るっていうのが正解なのかもしれない。はい、で、今回も Z8 を使わせていただいたんですけれども、まあ素晴らしい絵を出してくれますね。まあ、本当に手持ちでもいいですし、三脚でもしっかりとした絵を出してくれるので、まあ良かったんじゃないのかなと思います。まあ、ぜひね、皆さんお気軽にこの夜景撮影系はやってみるといいんじゃないのかなと思います。割と簡単だよね。そうそんなことない、うん、はい、というわけで本日のゆるフォト以上にしたいと思います。皆様、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では、恥ずかしい人が多いね。